だこのターンは言うたら捨てみたいなもんか。まあじゃあしゃあないやっていくか。いやでもたまにそういう話しても大丈夫な時はあんのよ。うん、わレッチやもうエッチ多いお前リホコちゃんやからってそういう話はよくないぞ。ここもそうやろ。だって多いよお前、ほんまふざけんなよもうええ加減にしてほしい。なに、どうしたの。もう米をつると案外浮かばないもんだな。なんでやねん可愛いなってとりあえず言え無言はあかんやろ、うん、とりあえず褒めるとこから始めろ何してんねん。ここはまあ世間話いっとくか。うん、ねえねえ知ってる？お嬢様の話。知らないお嬢様って？隣町の近くの公園にでっかい池があるじゃない？ああ、あった気もするな。あそこに大きな建物があるでしょ？ああ、ホテルかなんかだと思ってたけど、ひょっとして。そう、あれってお屋敷なんだって。可愛らしいお嬢様がいるって噂なの。これ隣町って言ってるからさ、なんかさ、キミキスとか関係ない？なんかキミキスにお嬢様キャラとかおらへんのかな。へえ、そうだったんだ。もしそんな人と恋に落ちたら。残念ながらまだ子供です。じゃあ違うか。なんだ、そうなのか。でも素敵だよねお嬢様との恋だなんて。いや、いろいろ大変やと思うでうん、やっぱ自分よりなんかね、そういうなんやろ、きっちりしてる人とか、まあなんか絶対大変やと思うわ。うん、どんだけの人が知ってるか知りゃんけど、乃木坂はるかの秘密っていうなんかお嬢様と恋するようなアニメがあったんやけどそれとか大変そうやったもん、やっぱ。うん、両親、まあ特にお父さんが厳しいとかね。うん、セーバー銭湯なんだけどやめろもうこの話を今すぐやめろどうしたんだじゃねえよ。またその話露骨に嫌がってんのわかるやろ。いや、続きが気になって。ないよ、続きなんて。だって、あんなに合わせたら気になるじゃないかそれを聞かんのが男っちゅうもんなんよ、純一くんよあ、ちょっとリホコちゃんも触れられたら嫌な話なんかなっていうのを察して、もう話さようにするのが男っちゅうもんなんよ。それが分からんねや、まだ子供やな。うん、おじゃあちょっと耳貸して。それでも教えてくれんのがまあリホコちゃんのいいとこ。耳？私がお父さんにそれをして。ちょっと待って、私なんつった？ちょっと待って、私がお父さんに連れられてぐらいしか聞こえやんかったけど顔真っ赤。待って、もう一回聞いていい？私がお父さんに連れられて、なんか私がお父さんに連れられてそこにみたいな感じの言ってて、でその話を聞いて純一くんが顔真っ赤にしてるってことは、多分お父さんと行った時にたまたまその時に十一くんがおったとか。リホコもなんてこと。なんかそんな感じちゃうの。お返しです。
そうか、確かに銭湯で会った覚えがあるな。しかもあの時僕は何、うは恥ずかしい何精通したのあ、よかった、続いた。あ、よかった、全然捨てじゃなかったわ。2回目とかやと大丈夫なんかな。しかもリホコちゃんからやり返してきたみたいな感じやったでかな。なあリホコ、何ポッキーゲーム、お菓子いるか。欲しいな。どんなお菓子。もうこれ欲しいって言ってしまったもんな。これこれ、はい、そんな露骨にさ、って言わんでもええやん。またしたいの。別に何も言ってへんやけどさただポッキー差し出しただけなんやけど、まあリホコちゃんがそんな言うんやったら、うん仕方ないな、ちょっとだけだよ。マジでこの頃はさ、場所移動しやんのなんでな。やった、サンキューリホ。もうここでやんのやばいよな、これ先生とかにも注意されへん はい、やっぱりドキドキする。やっぱリホコちゃんからだいぶ来とるよなこれ。もうちょっと、まだ我慢しろ、まだ我慢しろ、もうちょいいける、もうちょいいけ、いったーリホコがいったやったやんもうテリーがいったぐらいのテンションやったけど、はい、おしまい、やったぜ。え、ああ、うん、リホコ、その、今おしまい、それじゃあ、またねあ、さっきのリホコからしてきたような唇に感触が残ってる。柔らかかったな。いや、リホコちゃん結構積極的よな、やっぱいいよな。いや、いいですね。いや、マジほんと人前とか気にしやんのかな。個人的にやけど、人前でなんかああいうのしたくない派なんよ。どっちかといえば人前でなんかああいうなんかイチャイチャできる人俺すごいと思うもん。だって今時代が時代やでさ、今あんなさらされへん公園のか、なんか学校の休み時間カップルがポッキーゲームでイチャイチャしてて草みたいな。なりそうちゃう今やったら、ツイッターとかで。いかがお過ごし？もう心ないやつとかはそんなさらしてくるからな。出たな、怪盗チェリーブロッサム。懐かしい。そんなあったな。明智くん、時間はあるかね？なんで明智くんなん？時間を盗みに来たのか。あー、うまいこと言うね。まあそのお話ししないってこと。よし、それじゃあ時間を盗まれてあげよう。よかろう。ねえ、これ多分エッチなんよ。だからまあ世間、まあ一旦目やから別にあれ選ばんくていいよな、正直。うん、やから外すか。うん、いや絶対行動ではないから。これ確かね、やからっつってここでアタック選んでも逃げられるんじゃなかったっけ。なんかそんなんあったはず。すかし、なんかアタックはすかしたらダメみたいなあったはず。あ、そうか、1ターン目は下がらんのか。1ターン目は下がらんからここも多いんよちょ、もう同じ話で勘弁してくれやんかな。どんだけエッチな話したいのお前。できれば、うん、あ、
全然下がらへんやん、なんなん優しいあ、もうじゃあ今でええやん、完成したやん。1ターン目2ターン目外し外しで3ターン目まで来て、で4ターン目ももう埋めたから、あ、じゃあ OK やん。あ、よかった。ファミレスで好きなメニューとかってなんかあるのか？グラタンとかドリアとかが好きかな。あー、そっち系かこの立ち絵よく見たらよだれ出てんねや、これ知らんかったわ。多分ホワイトソースが好きなんだよ。あ、まあうまいよな、あの リゾットみたいなやつとかね。よし、ここ埋まってんのでけえ。どうしたんだ？なんだよ、まったく。ないしょ。何？本当に何？まあええわ。でアタックやな。ああいいやいいや、もう完成したやん。外し外しで3も埋まったよな今。外し外し3、4やからもう確定やん。じゃあちょっと遠くまで行かない？お、遠出？いいね。あー、隣町。うん、行こう行こう。お嬢様の家行こうぜさっき言ってた。どうした？なんか不思議な感じだなって思って。不思議って何が？ここ最近は昔より一緒にいる時間が多い気がするから。ああ、そうなんや、昔より多いんや。うん、確かにそうかもな。やっぱりそうだよね。まあでも言うてほぼ付き合ってるみたいなもんやからな。嬉しそうだな。嬉しいもん。あなたは嬉しくないの？嬉しいよ。そりゃまあ嬉しいかな。よかった。いやマジリホコちゃん可愛いよな、絶対。まあね、うん、うまく言えやんけど。こんな幼馴染羨ましい。知ってる？隣町のプールって冬の間スケート場になってるんだって。スケート場の話はあったはず。アニメでもあったもん。なんかあの何だっけ、梅原くんとかなえちゃんとでりほこちゃんと純一くんと行って、なんかそんな話あったはず、アニメで。あそこって潰れたんじゃなかったっけ？そうなの？え？そりゃがんだね。あれ潰れたん？屋外スケート場って結構大変らしいから。ああ、確かに暖かい日とかは大変かも。氷も溶けちゃうもんね。スケート場は行ったことないで分からんけど、あれって屋内じゃないんや、屋外なんや。でも残念。はあ、あ、どうした？ほらほら、見て見て。寒いからな。ね、ね、あなたもやってよ、ほら。やっぱ甘髪こういうとこ細かいのいいよな。この息、冬やからさ、この喋る時とかに結構出るんやけどさ、これ。はあ。ほら、うん、出るんよな毎回。これ細かいとこやっぱいいわ。ははめっきり冬だな。ちょっと前まであんなに暑かったのにね。いやわかるわ。で春とか夏近づいてもそうなるよな。ちょっと前まであんな寒かったのにもう半袖やんみたいな。そうだな、あっという間だ。結構距離あるよね。うちのクラスに隣町から通ってる子がいるんだけどさ。大変そうだな、自転車通学か？そうなの。あ、台風とか来ると学校休んじゃうんだよね。台風、俺も何、片道15キロぐらい
の高校自転車で通ってたけど、台風の日は行ったけど雪の日は休んだかな。雪は怖いのよ多分分かる人いるんちゃうかな。なんか台風とかその風が強いぐらいやったら、まあ、学校からあの来んなって言われる時はあるけど、そのなんか警報出てたらもう休校ですみたいな、うん、のはあるけど、それがなくてちょっと危ないかなぐらいやったら行くな。ただ雪はもう休むマジで怖い。気持ちは分からなくもないな。で、冬は冬で寒くて遭難しそうだってもうマジでね、あの手の感覚なくなってくるよな。手袋しててもね、あの手がめっちゃ冷たいっていう。顔とか、あと耳かな、うん、耳めっちゃ痛い。そりゃそうだよな、わかるわ。おー、びっくり。寒い。う、急に冷えてきたな。なんか曇ってきたねえ、天気が崩れる前に帰ろうよ。来たばかりだけど、まあ仕方ないよな。それじゃあ帰ろうか。うん、帰ろう。は、ん？どうした？今ほっぺにポツって。帰るまで持たないかもしれないよ。困ったな。リホコ、傘持ってるか？うん、いつもはここに。あ、折りたたみがあんのか。よかった、助かったよ。まあでもこれ流れ的にあれやな。うん、なんかそんな感じはした。まさか。前に雨が降った日に学校に置いてきちゃったみたい。なんてこった仕方ない、できるだけ急いで。で、うわ、もう降ってきちゃった。うわ、この時期に雨とはめっちゃ冷える。これも電話ボックスに避難するしかないんちゃう。後ろにある。とりあえず雨宿りできそうな場所は、くそ、ないか。もう電話ボックスにしろ。あ、ねえ、こっち。え、早く早く。どう、濡れちゃった？いや、ほとんど濡れてないよ、大丈夫だ。なるほど、確かにここなら雨宿りできるな。しかし、あ、マジで電話ボックスな俺冗談で言ったんやけどごめんね、狭いよね。ほんまに電話ボックスで雨宿りしてるんや。仕方ない、二人で入るような場所じゃないもんな。うわ、なんかおしゃれ。これじゃ電話かけたい人が来たら困っちゃうねまあ雨やったらこうへんやろ。え、なんかこの感じすごいおしゃれに見えへん俺だけ？なんかさ、ちょっと斜めになってるとことかさ、こうなんか雨の感じみたいな、なんかドラマのシーンみたいじゃん3人か、さすがに入らないないや、お前らどけそれは電話かけたい人が来たんやったら、あのリホコちゃんと純一くんはどくべきなんで一緒におんねんその時は外に出ないとね。さすがにな、電話の邪魔するわけにはいかないよ。うん、仕方ないよ。でも本当に誰か来たら大変だよね。知り合いじゃなければいいけど、知り合いやったら逆にええかもな。梅原くんとかやったら全然ドカンでええでな、多分見られちゃったら大変だね。今更やろ、あんな人前でポッキーゲームしてんやで。まったくだな。大丈夫、ほらガラスが曇ってきたから、これなら見えないよめっちゃ曇ってるめちゃくちゃ曇りガラスになってるこんな狭いところで、ところに二人でいれば、そりゃあ曇る。
う、リオコとこんなに近くに、こんなに狭いところで2人。これ今なら何でもできるやろ。何しても大丈夫ちゃう。ん？止むかな、雨。あ、まだ止んでないんか。止んでくれないと困るよな。ちょっとの間だけ。え？うん、何でもない。今のは聞こえるやろ、距離的に。今のは聞こえるやろ。そうだな。あ、聞こえてた？もうしばらくの間、このまま止まずにいてくれても。うん。お。ねえ、ドキドキしてる、私。うん、僕にも伝わってる。リオコの胸のドキドキ。うん。リオコ、寒くないか？うん。なんか11くん近づい、お、いわー、今の、うん、今の大丈夫、寒くないよ。今のおしゃれやな。多分キスしたよな。ちょっと待って、俺ちょっと音声飛ばしたでさ。うん、あ、多分した。今ちょっと近づいてて離れたから。うわ、おしゃれな見せ方するな、ほんま。そうだな、めちゃくちゃええやん。で、あ、やんだ？やんだかな？うん、やんだみたい。リオコ、ほっぺた真っ赤だぞ。そっちも真っ赤だよ。本当か。はは、困ったな。ゆっくり帰れば大丈夫だよ。そうだな、ゆっくり帰るか。まだ顔赤いね。はは、困ったな。じゃあまたね。うん、気をつけてな。ふう。電話ボックスで、なんて、あんなにドキドキしたのは初めてかもしれないな。さて、帰るかな。本当にキスだけやったんか、おい。カットしたけど、いろいろしたんちゃうの。いや、おしゃれな演出来たね。あ、いいですね。いや、これは顔デレデレするよ。ミヤちゃんの話飛ばしたけど。はい、ということで、いやー、よかったよかった、マジで。まあ今回はあの会話でね、アタックする回やったけど、いや、最後のはおしゃれやったやろ、あれ。結構いい感じ、うん、でしたよね。いやー、なんていうか若いな。いやー、いや、学生のね、そういうええ感じの恋愛してるって感じで、でも結局なんやろ、リホコちゃんの安定感があるな。幼馴染っていうか、いいなー、やっぱ、うん、他の子と違うもんな、結構安定感が。前もちょっと言ったけど、前の子やったらこの時点やと結構ね、焦っ、え、大丈夫なんかみたいな思うとこもちらほらあったんやけど、もうリホコちゃんはね、一切ない。安心して見てられるから、いや、ほんとええわ。うん、いや、マジこの調子でどんどん進んでって、まあ、ほんとにあと2週間くらいか、まあ、多分すぐやと思うんで。
いやー、ちょっと楽しんでいけたらいいな。うん。ということで、今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。